一緒のケージに入ってから1時間以上経ったらどうでしょう。寄り添ってはないですが、同じ3階で仲良くなら、あ、見つめ合っちゃって、これは仲良くしてると言っていいでしょう。知ったね。はい、シオン君は手を入れると、ほら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 、アンドちゃん見てるみたい。アンドちゃん、なんてことをという顔をして見ています。ほら、こんな風になるんだよ、アンドちゃん。びっくり顔になってるよ。じゃあそろそろ外に出してあげるからね。またなんだか大変なことが押し寄せてきそうだよ、ジャン君。はい、まずは何はともあれジャン君のブラッシングですね。はい、リカちゃん来ちゃうか。リカちゃん、ラブちゃん化してきた。そうね、しおんくん一人だから。はい、どうぞ。オープン&クローズ。なんかダダダダダって出る人が前はいたのにね。ねえ、なんか落ち着いてるね、シオン君ね。うん、そこはね、今から掃除するから。そうそう、新しい新人来ますよ、シオン君。で、ね、シオン君お兄ちゃんだよ、お兄ちゃん。シオン君一番下っ端さんだったけど、付き合うお兄ちゃんになるよ。うん、なんか危ないことするステップなしだと登れませんか。登れるけど、しましょう。そっか、お掃除は、うん、あれだね、そのトイレどうすればいいのかな、それでいいのかな、あんずちゃんのお掃除新たにすればいいかな、うん、そうだね。よいしょ。あ、あんずちゃんのやつはサイズ的に向こうに1個洗ったやつがあるから、うん、洗い替えのやつ、それを使えばいいか。よいしょ。これでしょ。うん、向こうにその下だけのやつがあるのね。じゃあ、っていうか新しい子ね。そう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 。新たに向こうから持ってくる。うんうん。じゃあこれを、この砂を少しま、うん、ラブ君がいなくなってからこの砂として十分にしてあるんだけど。そっか。
でもここに水ちゃんのを混ぜよう。さっき少し入れたんだけど。じゃあ、くっ。はいはい、いいかね。今日からしおんくんしかいないんだ。ラブちゃんいないんだ。ちゃく。ちゃく。ついでだから、ここもがっつり綺麗にしちゃうよ。そのステップとかどうする？ステップは残せばいいんじゃない？ステップは新しいこう匂いついてるけど平気かな。しょうがないか。ひょんくん、ひょんくん、あ、見た。ひょんくん、いかだね。やんなら見たね。ひょんくん、はい、いかだね。かわいちゃんのしょんくん。しゅんくん、ラブちゃんは走らないと、しゅんくんも走らないの？しゅんくん、はい、いい子だね。呼ぶたびにこっち見るよ。しゅんくん、しゅんくん、はい、そうね。しゅんくん、しゅんくん、かわいいね。しゅんくん、おもちゃで遊ぶ？ラブくんがいないときにいなくなったらさ、運動しなくなっちゃったらさ、あれだよね、あんまり、うん、運動しようや。しゅんくん、あいかけっこしなくなっちゃったらさ、運動不足になっちゃうね。あんずちゃん、あんずちゃん、そこの居心地はどうですか？ちょっと高くなってそんな悪い感じじゃない？いい感じですか？あ、カメラの首が曲がっちゃったよ。あんずちゃん、あ、おもちゃ見てる。おもちゃ撮ってるとこね。あ、でもあんずちゃんがさ、3階にいるからさ、おもちゃをつけのは上からつけられる。うん、上からつけられる。はい、あんずちゃんのおもちゃつけてつけ直します。なんかそれだとすぐ取れちゃいそうだね。とりあえず後で、うん、あんずちゃんがいないときに、うん、はい、来たよ。あんずちゃん、あなたのお部屋が移動しましたよ。今あんずちゃんが外に出たこのケージを、空っぽの状態にして、掃除をしました。で、拭き掃除までして、新たにこの周りにですね、目隠しの布を、貼ります。これが、今はっと思ったんですが、新しくうちに、来る、4ヶ月の女の子の名前まだ聞いてませんでした。あ、そうだ、名前を知らないのにうちに来ることになりました。まあ、ちょっと緊急の、お願いということで、連絡が来たもんですから、それよりも何よりも明日、午前中に迎えに行きます。これ洗って、お尻に行ってた。はい、ではですね、こちらの方はしおんくんとあんずちゃんが仲良くこちらで暮らしてくれるように、これはこれでですね、いろいろ小さな問題をいっぱい起こしそうなので、それもよく、観察しながらですね、中を取り持つとね。あんずちゃん、ちょっとまだパパが近づいてくると緊張気味になるので、あんずちゃんはやっぱりママにお願いしながら、しおんくんの方はパパがというふうになると思います。はい、急なことでございますが、あの時のあんずちゃんを迎える時の状態に戻りました。その
当のあんずちゃんはこちらでございます。そしてですね、しおんくんはなんか変な空気を感じて、今日は外散歩なのにここにいます。そうだね、しおんくんね、なんだか朝ラブちゃん連れて行かれ、なんか帰ってこないって思って、それでもねって寝てたところ、隣のケージにいたアンズちゃんが部屋に乱入し、そしてちょっかいを出したらちょっと、バトルみたいな、ペシペシとか喧嘩ではないけどね、あれは遊びかなになり、時間が来たので外に遊びに出ました。そしたらその時間を使って隣のケージをきれいにしているクロケンパパ、そして膜を張ったりなんかしている、かわいいことをするね君。ペン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 、あ、これ取れちゃう取れちゃう、ということでね、今日はあまり走り回る気にもなれないんだよね。さっきちょっとね、じゃあ後でね、ご飯の時にまた戻ろうね。それから、まあ予告しときますが、ちょっと大変な子らしいんですよ。どういう症状というかね、暴挙に出るかちょっとわかりませんが、ひょっとすると、あ、もうこれ取れちゃったから、シャーシャー有効かもしれません。夜中になるとギャーって泣く子かもしれません。いろんな子がうちには来ましたが、大丈夫だね、しおくんもね、慣れたね。はい、という予告をしておきます。じゃあしおんくんもじゃんくんも頑張ってください。また一山越えて、みんなで頑張りましょう。おー、はい、ポンちゃん、ポンちゃん聞いてた？寝てたか。ポンちゃんも頑張りましょう。はい、なんだか異常事態発生なムードを感じてですね、ジャン君はここにね、ポンちゃんは特に感じずずっとここで寝ています。そのポンちゃんをまあ頼るような形でジャン君ここに来ました。そしてなんと一旦外に歩き回ったくせに、シオン君もまたここに入っています。この状況にまた慣れるのにどのくらいかかるでしょう。そしてアンズちゃんも、そういえば2ヶ月ほど前にうちに来た時に取っていた行動にまた近いかな、これちょっとここ寒いね、あんずちゃん上行こうよ。上ね、ベッドをちゃんと3階に用意しましたよ。あんずちゃんのベッドを置いたんだよ、上の方が暖かいからね。